皆さんパソコンやスマホの中にカメラなどで撮った動画や写真のファイルあふれ返っていませんか？皆さんそういったものどうされてるでしょうか？いろいろ方法があるとは思うんですが、外付けドライブつないでもねすぐにいっぱいになりますし、例えば家庭用の NAS を設置しようにも結構難しそうだったり値段も高かったりします。クラウドを使おうにも容量を増やしていくとねどんどん値段が上がっていきますよね。いろいろ悩みも尽きないところではありますが、そんな悩みを手のひらサイズのデバイスで解決できるかもしれません。今回ですね、次世代の持ち運べるストレージ Unified Drive UT2 という商品を紹介したいと思います。で、5月の末から日本の幕開けでもプロジェクトが始まっているんですが、その前に海外のキックスターターで1億5000万円ぐらいを集めて、大成功に終わったというプロダクトになっています。日本でも現時点6月6日金曜日なんですが、50万が目標のところに4000万以上が集まっているというすごいことになっています。で、これがですね、めちゃくちゃ多機能なデバイスなんですが、ちょっと画面をお見せしながら説明したいと思います。で本体には SSD スロットが2つあって最大 16TB まで搭載することができます。で、これは自分で好きなものを買って搭載することになるんですが、その搭載した SSD に NAS としてネットワークからアクセスしたり USB-C ケーブルで直接つないで外付けドライブのようにして使う、そういったことができるようになっています。で本体は非常に小さいんですけど、これはれっきとした NAS なので、ちゃんとCPU が搭載されていたり、メモリーもあります。で、OS が搭載されていて、アプリでコントロールするようになっています。で、AI が搭載されていて、データの分類も自動でしてくれるようになっています。そして Windows でも Mac でも iOS でも Android でも、そういった OS に関係なくアクセスして使うことができるようになっています。しかもバッテリーが内蔵されているので、持ち出して外で使ったりということもできるようになっています。なんとなく分かっていただけたでしょうか？では今から実際にこの UT2 どんなものなのかお見せしたいと思います。でまずはパッケージを開けるとですね、こういったマニュアル立派なものがちゃんとついてきます。そして HDMI、USB-C、そして LAN ケーブルが付属してきます。でリモコンとリモコン用の電池、それからスクリュードライバーも付属します。33W の AC アダプターもついてきます。そしてこれが本体になります。周りは硬質ラバーで覆われていてしっかりと保護されています。で、接続端子がいろいろあるんですが、まずは USB-A、そして SD カードスロット、でさらに CF エクスプレスタイプ B 用のスロット、そして USB-C、こちらはデータ用になります。そして反対側には HDMI 端子、LAN 端子、そして電源用の USB-C 端子があります。そしてこれが電源ボタンになります。そして本体両側にネットワーク用のボタンとカードの読み取り用のボタンがついています。で、サイズ的には iPhone16、これ Pro Max なんですが、ほぼほぼ同じ大きさになっています。重さは 379g、本体だけだと 306g になっています。厚みは iPhone より結構ありますよね。で、ここを開けるとですね、SSD を2枚挿せるようになっています。8テラずつで最大で16テラまで搭載することができます。で、本体には冷却ファンが搭載されていて、負荷に応じてこのファンが強くなったり弱くなったりするんですが、ノイズ的にはこんな感じです。かなり静かなんですけど、無音ではないですね。でこのインジゲーターで SSD の状態、それから Wi-Fi、Bluetooth の状態が分かるようになっています。でスペック的にはこんな感じになります。詳しい方であればね、これを見れば大体どんなものなのかっていうのが分かるのかなと思います。そしてですね、操作自体はこんな感じで OS アイコンが出てきますので、普通にスマホの操作をするような感じで、いろいろなアプリを動かすことができます。でバッテリーも内蔵されてるんですけど、バッテリーでずっと駆動するというよりも UPS 的な使い方で、30分程度はバッテリーだけでも駆動できるようになっています。で次に実際にどんな風に使うのかというのをお見せしたいと思うんですが、まず最初の設定は非常に簡単で、自分が接続したい端末にアプリを入れます。でそこで指示に従っていけば簡単に接続することができます。なのでまずやることとしては、この NAS ですね。NAS なのでネットワーク上にまず設置します。LAN ケーブルでつなぐこともできますし、Wi-Fi で自分の家のネットワークにつなぐこともできます。でそこまでできたら次にスマホとかタブレットとかパソコンとかその自分が接続したいデバイスにそれぞれアプリをインストールすることができます。そうするとどの端末からでもシームレスに接続することができるようになります。で通常の NAS と同じようにもちろん外出先からもいろいろなネットワークを通してこの NAS にアクセスすることができるようになります。いつも通りこのアプリを使うだけで自宅に置いてあるファイルにアクセスしてそれをダウンロードしたり逆に自分のデータをそっちにアップロードしたりするということもできるようになっています。次に実際の使用例をいくつか考えてみたんですが、まず1つ目はこれを実際に自分が持ち出して使う場合なんですが、外出先で撮影したデータなどを直接この NAS に読み込むことができます。 SD カードとか CF エクスプレスのスロットがありますのでそこに差し込んでボタンを2回押すだけであとはもう自動的にこのデータがね読み込まれます。特にスマホからの操作なども必要がないんですね。非常に簡単です。ドローンとかアクションカメラとか、いろんなデバイスで今撮影しますけど、そういったデータをどんどん流し込んでいくことができます。もしくはネットワークがない状態でも、この NAS 自体がアクセスポイントになるので、直接スマホなどから Wi-Fi で接続して、ワイヤレスでデータを送り込むこともできます。もちろんダウンロードすることもできるようになっています。さらに、ビデオなどをこの中に保存しておけば HDMI 端子でパソコンのモニターとかテレビはたまた車のナビなんかにもつないで、そういったビデオを再生することもできます。リモコンも付属してきますのでリモコン操作も可能になっています。でこんな感じで外付けの SSD ドライブをさらにここのUSB-C 端子に挿したり CF エクスプレスカードを読み込んだりするということもできます。この NAS のデスクトップアプリでもちゃんとこれ認識しているのが見えています。では次に似たようなことができる他のデバイスとも比較してみたいと思うんですが、まずは設置の手間なんですけど、これはですね、バッテリーだけでも駆動するんですが、30分程度なので、基本的には電源に接続します。電源ケーブルが1本必要です。でもそれだけです。そして外付けドライブとして使うときは、こんな感じで通常のドライブと同じように USB-C ケーブルで接続することになります。そして NAS として使うときには Wi-Fi または LAN ケーブルでルーターに接続して使います。一般的な家庭用の NAS とかっていうのはね、設置も結構めんどくさいですよね。で、持ち運びができるかどうかというところなんですが、これも306g なので全然問題なく持ち運ぶことができます。家庭用の NAS っていうのはそういうことはできないですよね。あとは外付けのハードディスクドライブはちょっと破損とかが怖いですけど SSD は問題なくできますね。でクラウドストレージは持ち運ぶものはないんですが逆にネット環境が必要になります。でストレージの容量なんですけどこれが最大で 16TB です。ただSSD も結構高いので、そこが予算次第というところではあるかと思うんですが、例えば 2TB のものであれば今だと2万円弱ぐらいで買えますので2つつけて 4TB とかでどうですかね、3万から4万ぐらいっていうところでしょうか。プラス本体代ということになります。家庭用の NAS もそうですよね。本体プラスハードディスクの価格になります。でクラウドストレージも自由に容量が選べますが、これはもう月々のサブスク料金に比例していくという感じになります。で外付けドライブは基本的には購入時にも容量が決定されると思うんですが、価格的には外付けのハードディスクドライブで 4TB のもので今だとこれ 12,500 円とかそのぐらいでしょうかね。で外付け SSD ドライブもこれもメーカー次第ではあるんですが、例えば 1TB、2TB、2TB で2万円から3万円というところでしょうか。4TB になると4万から6万ぐらいという感じでかなり上がりますね。これ話変わるんですけど結構容量と価格がもう全然おかしいのがあるのでこれ詐欺みたいなんで注意が必要ですよね。これまさにそうですね。30テラで1万2000円ってありえないですよね。気をつけましょう。でこれオフラインで使うことができるかというところなんですが、外に持ち出してネットがないところでも全く問題なく使えます。ラーメン屋さんでも使えますし、区役所に持って行ったりとか、はたまた公園でも使うことができます。直接ケーブルでもつなげますし、Wi-Fi でつなぐこともできます。家庭用 NAS もインターネットがなくても使えるかもしれないんですけど、LAN に接続しておく必要はあります。クラウドドライブは当然ながらインターネットがないと使うことができません。外付けドライブはもちろんローカルでネットなしでも使うことができます。ただし1台までですよね。それがその次の複数人同時アクセスというところなんですが、Wi-Fi 6で高速同時接続ができます。NAS も、家庭用の NAS もそれがもちろんできますね。でクラウドストレージは共有リンクなんかを配ることによって共有できます。で次がサブスク料金なんですが、これはもちろん本体買い切りなのでかかりません。これちょっと丸と×がね、逆みたいな表示になっちゃってるんですけど、×の方が優れている方です。でクラウドサービス、例えば iCloud なら2テラで月1500円、年間18000円ですね。6テラだと4500円なので、年間5万円以上かかるということになります。ドロップボックスなら2テラで1200円、年間14400円に、3テラで24000円っていうところでしょうか。で次はセキュリティ面なんですが、セキュリティと言ってもいろいろあるとは思うんですが、例えばユーザーごとにアカウントを作って何ができるか、権限いろいろ与えることができたりします。また、クラウドと違って手元に全てのデータがあるっていうのもね、安心の一つかもしれません。家庭用の NAS もこの面では大体同じような感じでしょうか。でクラウドストレージはもうサービス提供者の姿勢次第というところかと思います。で外付けドライブはそういう意味ではちょっと管理しづらいところがあるように思います。で手軽に使えるかというところなんですが、これはアプリで簡単に、スマホとかパソコンを使うような感じでいろんなことができるようになっています。初めての方でも結構すぐ慣れるんじゃないかと思います。一般的な家庭用の NAS っていうのは、それもいろいろだと思うんですけど、ある程度知識が必要なこともありますよね。クラウドストレージとか外付けドライブっていうのはもう見たまんまそのまま使えますので、非常に簡単に使えると思います。ちょっと私なりに比較してみたんですが、これを見ても一番やっぱり丸が多いのがこの Unified Drive UT2 になります。で、実際に使ってみても文字通りそんな感じで、外付けの SSD ドライブの手軽さとか、NAS の便利さとか安心感、そしてクラウドドライブの手軽さとかアクセスの良さみたいな、こういったものを全てひとまとめにしたのがこの UT2 になります。それでいてサブスク料金もかかりません。最初の価格的にはね、ちょっと本体が高いので高くはなりますけど、そういったことを考えるとね、全然ありなんじゃないかなと思います。で、実際どのぐらいの転送速度かっていうのをちょっと試してみたんですが、カタログ的にはまず外付け SSD モードだと800メガぐらいで読み書きできるような感じなんですが、私の差し込んだ SSD では、書き込みが400メガビット台で、読み込みが300メガビット台でしょうかね。十分早いですけど、この辺は搭載する SSD のスペックによって変わると思います。そして肝心の NAS としての接続速度なんですが、ルーターに LAN ケーブルで接続した状態で、上りと下りを試してみました。パソコン側は Wi-Fi です。上りも下りも 1.4 ギガほどのファイルで、だいたい30秒ぐらいですね。ネット環境によるとは思うんですが、結構早かったです。最後に幕開けの情報もちょっとお見せしとこうと思うんですが、本日6月6日金曜日午前11時の時点で4069万ぐらい集まってます。8138% になってますが、すごいですね。残り54日となっています。で、現時点では、この 69,990 円で買える超早割というものです。29% オフになっているようですが、これがですね、残り304個となっています。まだまだ買えそうですね。今3割引きぐらいで買えますので、かなりお安く買えますよね。関心のある方はぜひ一度こちらのサイトを見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。ということで、今回は Unified Drive の UT2 というですね、超多機能な NAS 兼外付け SSD のようなドライブの紹介でした。取ったらすぐに保存して、外でも家でももう本当に NAS がポケットに入ってしまう時代が来ました。Unified Drive UT2、ガジェット好きにはたまらない一品ですね。ぜひ、今なら早割でゲットすることもできますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画楽しかった、参考になったっていう方はぜひ高評価もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。